大都会大阪市の中心部にある地下街クリスタ長堀。そんな立地にもかかわらず、わずか7年ほどで破綻してしまったという過去があります。見るからにバブリーな地下街。破綻はバブル期のずさんな開発と計画が関係していました。今も根本的な問題は解決できておらず、閑散としてしまっている場所があります。この動画ではクリスタ長堀の過去から現在、今後までを紹介いたします。大松のどこでも探検隊では今後も皆さんに楽しんでいただける動画をたくさん作成しますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、私は大阪メトロ御堂筋線長堀鶴見緑線が乗り入れる心斎橋駅にやってきました。特に御堂筋線は梅田、難波、天王寺などの主要エリアをつないでおり、大阪の大動脈とも言われる路線です。心斎橋は大阪の二大繁華街南の一角。御堂筋沿いにはルイ・ヴィトンやシャネル、バンクリーフ&アーペルなどの高級ブランド店が多数出店されています。また大阪を代表する商店街、心斎橋筋商店街は昼夜問わず、日本人も外国人観光客も多く訪れています。今回取り上げるクリスタ長堀はそんな心斎橋駅から直結。また他にも大阪メトロ四ツ橋線の四ツ橋駅、大阪メトロ堺筋線長堀鶴見緑線の長堀橋駅からも直結。アクセスは素晴らしいです。ひとまず四ツ橋駅側へ歩いていこうと思いますが、空きテナントがあるわけでもなく、平日の昼間にもかかわらずそこそこの人がいます。造りはやたら豪華で、大理石の柱が使われていたり、なんか謎の広場があったり、地下街などに光が差し込む場所があります。これは長堀通りという道路の地下にクリスタ長堀があるためで、中央分離帯部分から光が差し込むような設計になっています。地下街は全長730メートル、グルメタウン、バリエタウン、ファッションタウン、ウエストタウンの4つにエリア分けされています。エリア分けするのはギリギリいいとして、合計8つの広場はそれぞれ名前が付けられているようです。730メートルに対して8つの広場って、単純計算すると90メートルくらいに1つの広場があるってことですよね。多すぎる気がしますが、まあ一旦忘れます。それにしても他の地下街と比べると道が広く作られているのがお分かりでしょうか。延べ床面積は約8万2000平方メートルで、一応東京ドームに例えておくと7個分。これは単独の地下街として日本最大級の規模とのことです。地下2階から地下4階には超絶大規模の駐車場が備えられており、1030台の車が止められるようです。現在はどうかわからないのですが、こちらも当時は地下に備えられた駐車場として西日本最大規模だったようです。地上に出る階段には左右に大壁画クリスタルリバー、版画連作ハイ&ローと名付けられたアートコーナーがあります。戦隊ヒーローかよ。ただの地下街にアート作品が飾られているの、バブル味を感じますね。本当にありがとうございます。どちらもデイビッド・サーレという人物が描いた絵のようです。地上に出る階段に設置してわざわざ見に来る人はいるのかなと気になってしまいます。でも絵は全然詳しくない私でもすごいなと思うくらいインパクトがあったので、ぜひぜひ興味のある方は見に行ってみてください。ただの地下街ではないという感じがプンプンしてきたところで、一旦地下街から出て紹介したいものがあります。こちら何の変哲もないビルですが、なんかでけえアートが描かれていますね。先ほどの地下街のアートと関連しているのかどうかは分かりませんが、こちらもクリスタ長堀の関連施設です。アートのおかげで目立つビルになっています。ですがビルはなぜか下にしか行くことができません。ビルの中には入れないのです。
選択できるのは地下1階と地上1階のみで、そのまま地下に降りるとクリスタ長堀。実はこのビルはクリスタ長堀の空調設備が入っているビルで、一般人は立ち入ることができないというわけです。設備が入っているだけのため、窓も最低限しか設置されておらずで、殺風景なビルの見た目だったので絵を追加したようです。さて、地下に戻って、まずはクリスタ長堀が開業するまでを振り返っていきます。長堀通りは昭和30年代に長堀川が埋め立てられ、大阪市の中心部を東西に結ぶ新幹道路として整備されたものです。中央帯には規模の小さい日本道路公団の駐車場が地上と地下に配置されていました。元からこの場所に駐車場はあったのですね。しかし大阪中心部の街路として交通混雑、駐車台数が足りておらず、路上駐車などが問題になっていました。本格的に改善が検討され始めたのは1991年、長堀地区地下交通ネットワーク整備事業という計画が作られました。きっかけは京橋駅から鶴見緑地駅までの短い路線だった長堀鶴見緑線が延伸で長堀通りを通り、駅が設置されることになったからです。そこで今の駐車台数が少ない駐車場を撤去、地下1階を地下街、地下2階から4階を巨大な駐車場にして、合わせて長堀通りの景観整備を図るという計画内容でした。1992年には大阪市の他に29社が出資して第三セクター大阪長堀開発株式会社を設立、工事も着工しました。その後1997年にクリスタ長堀は完成開業したのでした。巨大な地下駐車場も計画通り完成し、路上駐車問題も無事解決、長堀通りもきれいに整備されました。目論見通りクリスタ長堀の開業は地下鉄の延伸と同時に大きな注目を集め、たくさんの人が訪れました。さまざまな問題を解決しながら商業エリアに変貌を遂げたこと自体は褒められていいものだと思うのですが、総事業費で907億円という大金がつぎ込まれ、大阪市の財政を圧迫することにもなってしまいました。まあ取り返すことができればいいのですが、冒頭でも話した通り破綻してしまいます。さて、話しているうちに地下とは思えないくらい広い空間が出てきました。滝の広場と名付けられた広場で、名前の通り滝が設置されています。心斎橋筋商店街を抜けてエスカレーターを下がったらここにたどり着くということで、多くの人がいます。エスカレーターの上にある装飾もすごいです。そりゃ907億円かかりますわといった感じ。この辺りの店舗は賑わっている店舗が多いようですね。さて、ここから堺筋側へと進んでいきます。とりあえず歩きながらクリスタ長堀が破綻して現在に至るまでを紹介していきます。開業当初から多くの人が訪れたクリスタ長堀。しかし開業わずか4年後の2001年には経営改善計画が出されるほどで、とても順調とは言えない状況でした。開業後から地下街の売り上げ、駐車場の利用率は年々上昇していたにもかかわらず、当初から賃料収入、駐車場収入が当初の見込みを大きく下回っており、赤字が続いていたのです。2000年には開業からの赤字が合計20億円にまでなっていました。バブル崩壊後の計画にもかかわらず、バブル期並みの収益予想がされていたこと、右肩上がりの見積もりがされていたため、開業当初から計画と実際の収益に大きな乖離が起きていたとのこと。それでも計画は見直しされず、そのままで放置されていたようです。これについては甘い見通しだったとしか言いようがありません。まあ強気で見積もらないと多額の借入金を返済できなかったと思うので、
計画を見直したら見直したで叩かれていたと思いますが、またテナントから入店時に預かった合計約90億円に上る入店保証金の流出も資金繰りを苦しめていたようです。賃料の100ヶ月分を入店保証金として預かっていたんですって。すごいな。クリスタ長堀は合計100店舗ほどの地下街なので、単純に割ると1店舗1億円弱を一旦支払っていたんですね。保証金は建設費用の返済に充てていましたが、開業2年目から高すぎる賃料に耐えられなくなったテナントの撤退が相次いだため、保証金の返金が計画より前倒しになってしまいました。保証金イコール敷金だと考えてもらえば分かりやすいでしょうか。基本的にはテナント撤退時に返す必要があります。なんと開業2年目で約3割の店舗が撤退してしまったんだそうです。立地がいいのでまたすぐにテナントは埋まりましたが、さすがに開業時のような高い賃料ではテナントが入りませんでした。そのため賃料を下げたことで賃料収入が低下してしまいました。そもそも事業をできる限り早く進めるため、借り入れできるものは借り入れしてしまおうというスタンスが取られ、市の出資負担をできるだけ削減していました。そのため少額の資本金と多額の借り入れ金という資本構成でスタート。一般的には資本金が多ければ多いほどいいと言われる財務体質は非常に脆弱でした。針でつついたら割れてしまう風船みたいなもんです。多分ちなみに資本金は19億円で、2000年時点の赤字合計は20億円なので、経営改善計画が出される前から債務超過に陥っています。経営改善計画が出され、さすがに危機感が出てきたあたりで赤字額は徐々に減少。しかしそれでも赤字は続き、黒字になることはありませんでした。そして少ない資本金、多額の借入金という構成は改善される見込みもなく、運営を行うクリスタ長堀株式会社は2004年に事実上破綻してしまいました。その後、地下街と駐車場のセットで開発を進めたのに駐車場は売却。売却益は返済費用に充てることになりました。また社員が全員市の職員や OB で、民間のノウハウが足りなかったことが指摘され、クリスタ長堀は大丸の子会社大丸コム開発に経営再建を目的に業務委託を行い、今に至ります。当時の市の建設局は、市民、金融機関に多大な迷惑をかけたことを深く自制したいと話していたそうです。以前の大阪は様々なところから残な開発と甘い見通しが指摘されるほど、負の遺産と呼ばれるほどの建築物が多く、クリスタ長堀もその一つ。結構面白いので、興味のある方は他の箇所も調べてみてください。私の動画でも一部の施設は紹介しています。ちなみに事実上破綻し、業務委託を行った2005年以降はずっと黒字のようです。大丸がすごいのか、それまでの運営がひどかったのかわかりませんが、ずっと赤字が続いていたのに、わずか1年で黒字まで持っていったのはすごいですね。他には同じく大阪府の遺産に位置づけられたビッグステップも大丸が復活させています。ここまでが現在に至るまでの流れ、そうこう話しているうちに堺筋側の端まで到着しました。水時計広場と名付けられた広場で、心斎橋筋商店街近くの滝の広場と同じくらい豪華です。イベントスペースとしても利用できるようです。謎の石が埋め込まれていますが、これはもともと長堀川が流れていた時に護岸に使われていた石を壁面に埋め込んでいるようです。またこの辺りはもともと石の加工職人が多くおり、長堀川を通って各地の名産の加工用の石が運び込まれ、石の集積場になっていたことから長堀石浜とも呼ばれていたそうです。
少しでも川があった名残、そして長堀石浜があった名残を残そうとしているようでした。さて、ここにも何は百景と名付けられたギャラリーがあります。絵が大量に展示されていますが、私以外はみんな素通りでした。動画の最初の方でもアート作品を紹介しましたが、他にも至るところにアート展示があります。猫もいましたにゃ。運営もアートを売りの一つにしているようで、ホームページにはショッピングをお楽しみいただきながら美術館の中を散策するような時間をお楽しみいただけますと書かれています。一応すべてのアート作品を回りましたが、私が訪れた時はアート目的に訪れている人は誰もいませんでした。開業当時はアート目的でクリスタ長堀に訪れる人もいたんでしょうけど、今となっては一日一人いるかいないかな気がします。多分結構お金をかけて買い取ったもしくは作ってもらっていると思います。これにお金をかける必要があったのかなとは感じてしまいます。ですが他の地下街と差別化を図るため、ショッピング以外の楽しみを提供するためにアート作品を設置したんだとは思うので、その考え自体は安易に否定はしたくないものです。絵の入れ替えとかはしていないので、維持費はそんなにかかっていないと思うので、まあいいでしょう。さて、すっかり経営が健全化したと言えるクリスタ長堀ですが、それでも解決が難しい問題点があるので紹介しておきます。先ほど映像でなんとなく感じた方がいらっしゃるかもしれませんが、境筋側に行けば行くほど人が減少していくこと、特にクラペロと名付けられた飲食店が集まるエリアはなんと13区画のうち4区画が空きテナントになっています。そもそも心斎橋側から境筋側に行くにつれて、買い物の動線からどんどん離れていくのです。境筋側で地上に出ると思いっきりオフィス街で、人が買い物で訪れるエリアではありません。ちなみに東急ハンズが入居していた地下2階、地上10階のビルがこの辺りにあるのですが、2020年の東急ハンズ移転後、動画作成時点で4年以上空きテナントになっています。だいぶテナント探しに苦戦しているようです。建物自体が巨大すぎて使いにくいということもありますが、そもそも東急ハンズの集客力があってこそ成立していたビル。クリスタ長堀の境筋側は商業的には向いていないエリアということが、4年もテナントが入らない商業ビルがあるおかげでわかります。売上を見込めるテナントが限られてくると思うので、厳しい状況は続きそうです。また伸び床面積の割に入れる店舗数が少ないこと、クリスタ長堀は伸び床面積8万2000平方メートルで店舗数が100店舗ほど。しかし同じ南にある地下街ナンバーボークはクリスタ長堀の半分以下の延べ床面積3万7000平方メートルですが、約200店舗です。1店舗ごとの面積もナンバーボークより広く取られているのですが、やはり広場や通路の広さなど共用部にかなり面積を取っていることがわかります。地下なのに広々とした空間で買い物ができるのは魅力ですが、そもそも収益を得にくい構造になっているのは確かです。まあいろいろ言ってきましたが、境筋側には空きテナントも少しあるものの、全体的に見るとほぼなし、経営努力の賜物だと思います。個人的に私はよくクリスタ長堀に訪れるので、これからも頑張ってほしい限りです。最後にクリスタ長堀の今後について、南全体に言えることですが、グラングリーン含む梅田の再開発に押され気味です。特にクリスタ長堀は南のほぼ北端にあります。
南に勢いがなくなってきたら真っ先に人が減るのはこのエリアかと思います。そんな中でクリスタ長堀はどのように差別化をしてどのように強みを見せていくのか課題になってくると思いますが、それも楽しみですね。というわけで今回の動画は以上です。この動画がいいと思った方はぜひチャンネル登録や高評価をいただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。